マロワ川を遡ってアフプアワの地を散策。ワイキキからマロワ川を遡っていきますと、扇状の渓谷となっていきます。ハワイ先住民カナカマオリはアフプアワという共同生活域を作って暮らしていたそうです。今日は現地を歩いて今の暮らしや古きハワイの伝統文化、自然を守る取り組みを見ていきます。まずハワイ大学日本庭園の東側をマノア川が流れています。そして中流域には川に沿ってマノアマーケットプレイスがあります。そしてここから300メーターほど少し登ったところにはマノア遺産館があり、ハワイの文化、自然遺産について学ぶことができます。そして上流域、こちらにはマノア滝、ライオン樹木園があります。こちらでは緑豊かな環境を持続していくための研究教育が行われてきたそうです。それでは出かけましょう。はい、それではですね、まずマノア川の入り口を見に行きます。こちらは1928年にできたアラワイ運河となります。昔は川が海へ直接流れ込んでいて、ワイキキは田んぼだったそうです。それでは、運河の端から見ていきましょう。左側がワイキキホテル街、右側がゴルフ場と図書館になります。それでは前方へ進んでいきます。ゴルフ場のこの端の部分、ここがマノア川の入り口となります。それではマノア川を遡っていきます。ハワイ大学の東側を見に行きたいと思います。クヒオ通りから13番のバスに乗っていきます。はい、ハワイ大学に到着いたしました。左側がキャンパス、道路挟んで右側が駐車場になっています。車で来た時はですね、この右側の方にある道路ですね、はい、こちらが入り口です。参考までに以前車を止めた時の映像をご紹介します。まっすぐ行って360度 U ターンして、この駐車場に入ります。それではキャンパスの中へ入っていきます。せっかくハワイ大学へ来たので食事をしてお土産を買って帰りたいと思います。こちらがキャンパスセンターです。こちらはセンター前の広場です。向こうに階段が見えます。まずですね、こちらのお店に行ってみます。文房具、書籍、ウェアなどが並んでいます。今日は、このジャケットを買いました。それでは階段を上って飲食店へ行きます。せっかくなんでね、フードコートへ行くことにしました。こちらは本日のおすすめですね。こちらはハンバーガーショップです。ここで食べることにします。オーダーはですね、用紙にチェックを入れて、店員さんに渡します。
15分ほどで焼きたてのハンバーガーが出来上がりました。とても美味しかったです。はい、それでは大学の東側の方を見に行きましょう。こちらの建屋はハワイ移民国際会議場と書いています。この狛犬は台湾から送られたと書いています。川の流れる音がします。ちょっと木々が生い茂っていて川は見えないんですが、この辺りを川が流れているものと思われます。そしてマノア川は上流へつながっていきます。建屋のすぐ下にはお庭があります。入り口はこちら、日本庭園ですね。参考までですけども、ハワイ大学の校内マップを見ますと、ここからですね、マノア川を500メーターほど下ったところですね。そこにですね、カネワイ栽培園というのがありまして、川から水を引いてですね、タロイモの栽培事業を実施しているとのことです。次になんですが、この後ろ側にはですね、タイから送られたパビリオンがあります。そしてその向かいにはケネディシアターがあります。はい、それではこちらを後にして、これから戻っていきます。まず右手、新しい建屋生命科学棟が見えます。その隣はパラダイスパームスカフェです。そして、その隣、ハミルトン図書館です。はい、さらに進んでいきます。ハワイホールにぶつかります。この道が交差するところはバーニーサークルと呼ばれています。はい、それではここからはバス道路に出まして、次の目的地へ向かいます。バス停は、この辺りのですね、向かい側になります。6番のバスに乗ってマノアマーケットプレイスへ向かいます。これから行きます。マノアマーケットプレイス、東側にはマノア川が流れています。ハワイ大学からは 1.6 キロです。歩いても行けます。バスでは5分ぐらいです。はい、マノアマーケットプレイスに到着しました。こちらは量販店セーフウェイです。マクドナルドです。そして奥の方にロングストラックがあります。ただですね、飲食店の方は営業はしてますが、今回は外装のリニューアル中でした。それではバス通りを渡って、お気に入りのスターバックスへ寄っていきます。本日はドーナツとラテをいただきました。はい、それではですね、次に行くところです。マーケットプレイスからですね、少し川を登りまして、その後左側に見える山の方へ歩いていきます。そして、2時に見学予約しているマノワイ山間へ向かいたいと思います。そのマノワ川ですが、マーケットプレイスの裏側をこのように流れております。
前方に橋が見えましたので、ちょっとですね川を覗いてみましょう。はい、マノア川ですね。ここからですね道路の下をくぐって、向こう側にですね突き当たった後直角に曲がりまして、上流の方へつながっていきます。そしてちょっとその先には金融サービスのお店があるんですけども、その横にですねモーニンググラスコーヒーというおしゃれなカフェがあります。まあ今コーヒー飲んだばかりなので、今回は2019年のビデオをご覧いただきます。はい、それでは前方の信号を左に曲がって、まっすぐ山の方向に向かって進んでいきます。ちょっと行きますと再びマノア川が現れます。反対側、川はコーラウ山脈の方へ向かって伸びていきます。上流にはライアン樹木園、マノアの滝があり、ワイヒ川などいくつかの川が流れ込んできます。はい、突き当たりにぶつかりました。ここはオアフ通りとマノア通りがクロスします。手前のオアフ通り入っていきます。ちょっと見づらいんですが、この道ですね。しばらく行きますとマノア遺産館の標識が見えてきます。住宅の間を登っていきます。ちなみに奥に見える山はタンタラスの丘です。はい、それでは中に入っていきます。左側が展示室、右側が事務所です。ハリー&ジャネット・ワインバーグ・ビジュター・エデュケーション・ヘイルという施設です。こちらの経緯ですが、サムとメアリー夫妻がですね両親から邸宅を引き継ぐんですが、そこには遺跡があったので周囲の土地も取得してこの敷地を守ることにしたそうです。1994年には遺跡の復元を終えています。そして95年ネイティブハワイアンガーデンを作り、翌年マノアヘリテッジセンターを発足させます。さあ、それではこれからお庭を見学に行きます。ハワイの植物を学びながら進んでいきます。いくつかご紹介します。手前はアフアワ、コモやムシロの原料で固有種になります。奥がサツマイモ、ポリネシアから持ち込まれています。こちらがアエアエ、固有種です。最近の研究で認知機能、記憶力の維持について報告されています。そしてこちらがアキア、ハワイ限定の固有種です。樹皮の部分は伝統的な織物、また毒性があって魚をしびれさせて捕まえるときに使ったようです。それではもう少し登っていきます。はい、見えてきましたお屋敷が2000年に国の歴史登録財となったクワリー・クック夫妻の邸宅です。そしてこちらが復元されたクカオーヘイアウ遺跡です。こちらでは宗教儀式が行われていたようです。石垣は日本の城でいうと加工しない石を積み上げた野面積みのようです。庭園には、川が流れ、
ポリネシアから持ち込まれたタロイモが植えてあります。はい、マノアヘリテッジセンターいかがだったでしょうか。とても素晴らしいところなので、皆さんもぜひ勉強しに来てみてください。さあ、それでは最後にマノア川の上流域を見に行きましょう。こちらへはバス5番終点で降ります。バス停の東100メーターぐらいのところで、マノア川は支流に分かれていきます。ワーロワ川、ワイヒ川、アイフワラマ川などです。山の方へ進んでいきます。ここで、後ろを振り返りますと、このずっと先がワイキキになりますが、ここまで約6キロ100メーターを登ってきたことになります。そしてこの前方の右側の坂を降りたところが、マノア川の合流点、ワイヒ川へとつながっていきます。ここから先は山は急傾斜となり、密林になっていきます。先住民の人たちはここで狩りをしたり、生活に必要な植物を採取していたようです。それではまずワイヒ川の上流、マノアの滝へ行きます。以前に詳しいビデオを公開しているので、今回は簡単に紹介します。今歩いているところはバス停からずっと登ってきて、トレイル入り口から少し登ったところにいます。ここから滝までは30分ぐらいです。こちらがマノア滝です。はい、今滝からですね、戻ってまいりまして、トレイルの入り口にいます。今からライオン樹木園に向かいます。なおですね、この時、こちらは休園中でしたので、ここからは2019年の映像をご覧いただきます。こちらが駐車場、これが、試験場ですかね。そしてビジターセンターです。こちらの歴史なんですけども、100年ほど前、この辺り原生林が損傷して土壌が悪化します。これに対処するため、ライオン博士らがですね、再植林によってマノア渓谷の緑豊かな環境を回復させます。これがライオン樹木園の原型です。今はハワイ大学が管理運営し、教育や研究の拠点となっております。こちらではですね、 T シャツや、本ですね、それから絵はがきなど売っております。パンフレットをもらいまして、中へ入っていきます。まず見えてくるのがネイティブハワイアン植物です。思ったより広いので、とてもですね、1、2時間では回れません。今日はポイントだけ見て回ろうと思います。この橋を渡ったところあたりから、ハワイ先住民が生活で利用していた植物が増えてきます。民族植物園と言います。こちらを整備された方はベアトリス・クラウスさん。1975年から取り組まれまして、93年に著書も書かれてます。民族植物とは、家やカヌーを作ったり、食料や薬になったり、その他生活に直結して利用される植物のことです。前方には竹林、タロイモの畑が見えてます。
子供たちが課外学習を受けております。ハワイの自然文化を次の世代に伝えていくのもこちらの施設の重要なミッションになっています。ライオン記念碑のそばまでやってきました。こちらが博士の業績を称える石碑です。ちょうどここは滝まで半分ぐらいのところです。ここからは一気に登っていきたいと思います。この時は5月で乾季の時のため滝は流れていないとのことですけども、とりあえず行ってみます。本日の映像はここまでとなりますが、この後滝の映像を流しますので最後までご覧ください。